大東亜共栄圏、大東亜共栄圏、大東亜共栄圏、グレーターイースト、アジア CO、プロスペリティスフィアは、太平洋戦争で日本が唱えた標語。第二次大戦を背景に、第二次、近衛内閣、1940年から敗戦、1945年まで唱えられた日本の対アジア政策構想。欧米の植民地支配に代わり、日本中心の東亜諸民族による共存共栄を掲げた。大東亜共栄圏は、日本を盟主とする東アジアの広域ブロック化の構想とそれに含まれる地域を指す。第二次、近衛文麿内閣の発足時の基本国策要項、1940年7月26日に、大東亜新秩序の説として掲げられ、国内の新体制確立と並ぶ基本方針とされた。これはドイツ国の生存権、Lebensraum理論の影響を受けており、共栄圏の用語は外相、松岡洋右に由来する。日本が指導者として欧米勢力をアジアから排斥し、日本、中華民国、満州を中軸とし、フランス領インドシナ、仏印、タイ王国、イギリス領マラヤ、英領北、ボルネオ、オランダ領東インド、蘭印、イギリス統治下のビルマ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス領インド帝国を含む広域の政治的、経済的な共存共栄を図る政策だった。日本、満州国、中華民国を一つの経済共同体、日満主経済ブロックとし、東南アジアを資源の供給地域に、南太平洋を国防圏として位置づけるものと考えられており、大東亜が日本の生存圏であると宣伝された。ただし、大東亜の範囲、共栄の時期等は、当初必ずしも明確にされていなかった。用語としては、陸軍の岩黒秀夫と堀場一夫が作ったものとも言われ、1940年、昭和15年7月に、近衛文麿内閣が決定した基本国策要項に対する外務大臣、松岡洋右の談話に使われてから流行語化だ。公式文書としては1941年、昭和16年1月30日の対仏印、対施策要項が初出とされる。ただし、この後に先んじて1938年、昭和13年には東亜新秩序の語が近衛文麿によって用いられている。1941年、昭和16年に日本がイギリスやアメリカ合衆国に宣戦布告をして太平洋戦争が勃発し、アジアに本格的に進出すると、日本は大東亜共栄圏の建設を対外的な目標に掲げることになった東亜建設審議会も参照。1943年、昭和18年には、日本の占領地域で欧米列強の植民地支配から独立させた大東亜共栄圏内各国首脳が東京に集まって大東亜会議を開催し、大東亜共同宣言が採択された。1941年、昭和16年12月の開戦直後に開かれた第79回帝国議会の会期中、1942年、昭和17年1月に行われた東條英機首相の施政方針演説で、大東亜共栄圏建設の根本方針を、大東亜の各国及び各民族をして、各々そのところを得しめ、帝国を核心とする道義に基づく共存共栄の秩序を確立せんとするにあると説明した。小林秀夫の評するところによれば、大東亜共栄圏のスローガンは、戦況の変化とともに、アジア諸国からの日本への物資収奪が強行されるようになっていく中で色あせ、共栄圏は共貧圏へと変わっていったものであると解説する。大東亜共栄圏はアジアの欧米列強植民地をその支配から独立させ、大日本帝国、満州国、中華民国を中心とする国家連合を実現させるものであるとされた。大東亜共同宣言には相互協力、独立尊重などの旨が明記されている。これを現在の欧州連合のような対等な国家連合を施行したものとする解釈もある。一方で、大東亜共栄圏を構成していたフィリピン第二共和国、ラオス王国、ビルマ国、満州国の政府と王朝明政権、中華民国は、実際にはいずれも日本政府や日本軍の指導のもとに置かれた傀儡権、または従属国にしか過ぎず、実質的には日本による植民地支配を目指したものに過ぎなかったとする意見もある。特にフィリピンとビルマにはすでに民選による自治政府が存在しており、日本の影響下に置かれた大東亜共栄圏内にあっては選挙等の民主的手続きによらず、政府首脳には日本側が選任した人物、親日的、協力的な人物が就任していたため、実質的な独立からはむしろ遠ざかったという見方もある。これらについては、戦時下ゆえの過渡的な措置であり、終局的には完全な独立が意図されていたという反論もある。1943年、昭和18年5月31日の御前会議で決定された、では、イギリス領マラやオランダ領東インド、ラインは日本領に編入することとなっていた。ただし、ラインについては、1944年、昭和19年9月7日の小磯声明で、将来的な独立を約束した。特に、イギリス領マラヤの一部だったシンガポールは、日本への編入を見越して、湘南特別市と改称された。この、にはこれらの地域を、日本領とする理由が、重要資源の供給源とするためと明確に、謳われており、第26位、しかもこれについては、当分発表、セスとされていた。大東亜政略指導大綱による日本政府の意図としては、大東亜共栄圏はあくまで日本が戦争を遂行するためのものであった。また、当時の日本の知識人も、大東亜の民族解放は、民族降下運動である、大東亜共栄圏の構想においては、個別国家の観念は許されるべきではないなどと明言しており、大日本帝国を頂点としたヒエラルキー構造に、アジア各国を組み込んでいく構想だったことが得る。フィリピンは1944年の独立がすでに約束されており、日本も1943年5月に御前会議でフィリピンを独立させた。1945年の日本の敗戦後、1946年のマニラ条約によりフィリピン第三共和国が独立した。1941年にドイツの強い影響下にあった、ビシーフランスの植民地インドシナ連邦、仏印においては、日本軍は、ビシー政府と協定を結んで、インドシナに駐留し、仏印進駐、フランス植民地政府による支配を1945年、昭和20年3月9日の民号作戦発動まで承認した。日本の敗戦後、インドシナ支配を回復したフランスと独立を目指す、ベトミンの間で、第一次インドシナ戦が勃発し、長いインドシナ戦争の時代を迎えることになった。日本軍は共栄圏内において日本語による公民化教育や宮城洋拝の推奨、神社造営、人物両面の資源の接収等を行い、実質的な独立を与えないまま敗北したことから、日本もかつての宗主国と同じかそれ以上の加害者であるという見方がある一方で、日本が旧宗主国の支配を排除し、現地人からなる軍事力を創設したことが、戦後の独立につながった、よって、加害者ではなく、解放者だったという評価や、基本的には日本を加害者としつつも、大東亜共栄圏下で様々な姿勢の改善、学校教育の拡充、現地語の公用語化、在来民族の交換登用、華人やインド人等の外来諸民族の権利の剥奪制限等が行われたため、旧宗主国よりはマシな統治者だったという見方もある。一方で1943年7月1日の厚生省研究所人口民族部、現国立社会保障人口問題研究所が作成した報告書では、日本人はアジア諸民族の家長として永遠にアジアを統治する使命があると記されいることから、結局大東亜共栄圏の構想は、欧米の植民地主義にとって変わる、新たなる植民地主義の到来に過ぎなかったという意見もあり、その功罪と逃避については今なお議論が続いている。日本の敗戦により、大東亜共栄圏は崩壊し、オランダ、イギリス、フランスなどの旧宗主国が植民地支配の再開を図ったが、インドネシアやインドシナでは、日本占領下で創設された民族軍等が独立勢力として、旧宗主国と戦い独立を果たすことになる。日本軍による占領をきっかけとする各民族の独立機運の高まりにより、旧宗主国による植民地支配の終わりへとつながったとする見解もしばしば主張される。一方で、フィリピンのフクバラハップやベトナムのベトミンのような現地住民による抗日ゲリラもしばしば発生しており、これらが後の独立運動に与えた影響も大きい。大東亜共栄圏を語る上で重要な概念に発行意中がある。この後は日本が大東亜共栄圏の建設を推進するための政策標語、スローガンとして広く掲げられた。プロパガンダ。大東亜共栄圏構想はアジアが一体となって欧米に対抗すべきであるという反アジア主義の影響を受けている。反アジア主義を唱えた近代日本の思想家としては北一輝、石原莞爾等が挙げられる。また、江戸時代後期の形成家、佐藤信弘にその思想的ルーツを求める見解もある。自民党議員で、鹿島建設会長の鹿島守之助は、外交官を務めていた戦前より、反アジアを提唱していた。その反アジアを外交官時代の鹿島に提言したのは、反欧州を掲げる欧州連合のチチクーデホーフ。=カレルギー伯爵である。鹿島は第二次世界大戦中、反アジアと大東亜共栄圏を同一視し始めた。鹿島は帝国の外交と大東亜共栄圏、翼賛図書館公開、1943年において大東亜共栄圏を説いた者は、クーデンホーフ・カレルギー伯爵であると記述した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。